読売新聞の池内と申します。お願いします。すいません、数点お聞きしたいんですけども、まずすいません、ちょっと理解が足りなくて申し訳ないんですけども、とりあえずご本人たちの意向は置いといた上で、会社としての契約のその今のその判断というか、その宮迫さんに関しては契約解消はなくなって、ただ謹慎処分に戻したということでよろしいですか。あと亮さんに関しては謹慎は維持されたままですが、ご本人が希望されていた契約解消ということはしませんということで、入江さんに関しては契約解消は維持で、他のメンバーの方に関しては謹慎処分を維持ということを、それでよろしいんでしょうか。小林、まず宮迫さんの処分についてですけれども、これはもう通知を出しておりますので、一回そこで効力が生じてしまっていると。なので弊社側からまあ一方的に撤回といったところで、まあ効力が戻るわけではないと。なので、まあ一度お話し合いをさせてほしいということを我々としては考えているところでございます。現状は契約解消をしたいというふうな意向だということを示されたということ、すみません、契約解消はなくなったということをこちらとしては示されているということでよろしいんですよね。そうです。で、他の方に関しては謹慎処分のままということでよろしいんですよね。はい。で、入江さんは契約解消の状態のままということですね。はい。あと、ちょっとお聞きしたいんですけども、先ほどその契約についてのお話があったんですが、やはりその宮迫さんの契約解消についてマネジメントの継続に重大な支障が生じたっていう文面と今回の説明を聞いていると、やっぱりその交渉ができなくなってしまって、ちゃんとしたお話ができないがゆえに解消されたっていうふうにも感じるんですけども、そういったわけではないということでよろしいんでしょうか。もう一回お願いしてよろしいでしょうか。宮迫さんの契約解消のリリースの際に、先ほどの質問ちょっと被るんですけども、マネジメントの継続に重大な支障が生じたということで契約解消されていて、本日のお話を聞いているとやはりちょっと思いの行き違いがゆえに解消したというふうに感じるんですけども、交渉ができなくなったっていうことがゆえにというふうに感じるんですが、そうではないということでよろしいんでしょうか。そうですね、その、そうですね、宮迫さんについては8時にリハーサルというか打ち合わせをしましょうという話で弊社から連絡したところ、連絡が取れなかったということが、それで契約解消という翌日の通知につながったということですね。最終的にはそれがきっかけだったということでよろしいんですかね。で、今回こうやはり契約が書面にて交わされてないがゆえに、ちょっとタレントさんが弱い立場になるといいますか、もう一方的に契約解消ですって通知されたら契約解消になってしまうというような形になっているんじゃないかなと思うんですが、先ほどのお話で書面とかも検討されていくというふうに受け取れるようなご回答だったと思うんですが、希望者の方に関しては書面にて契約書を交わされていくことを実際これからされていくということでよろしいんでしょうか。タレント一人一人とまず話をして、もしもそういった子がいる場合、それは、その子たちと多分話をしていくことになると思います。されるというふうに明言はできないけども検討されていくということですか。したいという子がいるかどうかも含めてこれからの話ですので、そのあたりをしっかり聞けていければと思っております。あと冒頭のお話でもあったんですが、タレントファーストということを再度確認されていきたいということをお話しされてたんですが、6000人いらっしゃる中で信頼関係とかそのコミュニケーションの策を講じていくというのはなかなか難しい話じゃないかなと思うんですけども、今具体的にどういう策を取られようというふうに考えていらっしゃるんでしょうか。コンプライアンスの件も含めまして、今社内チームを組んで、7チーム
を10チームかな、10チーム超えるぐらいのチームを組んで、今コンプライアンスの件含めてミーティングを行ったりしておりますので、そのあたりを、人もあの社内の人も再度増やして、どこまで聞き取っていけるかということをやれればと思っております。まずは聞き取りから行われるということですか。例えばマネージャーを増やすとかですね、はい、それもあの、随時、社員を募集したりということも行っておりますし、マネージメントへの、人数要は、割合を増やしたりということを行っておりますので、そこをもっと広げていくということだと思います。あと最後お聞きしたいんですけども、まあ、今後もあの世界の方々に笑いを届けていきたいということをおっしゃっていましたが、今回 の, あの会見を通してもやっぱりちょっと世間の常識との乖離というのをすごく感じまして、あの発言にしましても世間の常識との乖離という部分をどういうふうにあの社長として埋めていきたいというふうに考えていらっしゃいますか。まあ、僕はまず、いろんな人の声を真摯に聞いて、謙虚にやっていくっていうことだというふうに思っております。その他質問ございませんか。じゃあすいません、同じ列の一番左のメガネの方お願いします。アスポニチの森と申します。あの24日の日のですね、あの謹慎処分を出された時の話をちょっとお伺いしたいんですけど、ヒアリング自体は、何時から何時まで行われてて、どのタイミングで岡本社長が入られてというあたりからまず伺いたいんですが。はい、ヒアリング自体は朝の9時ぐらいから、スタートしてたというふうに、聞いております。それで岡本社長はそのヒアリングのどのタイミングで入られて。僕は10時超えたぐらい、10時を目安にしてたと思いますので、その10時は超えてたかと思います。はい、それでまあ5名の方と、4名ですかね、お話しされている中で、はい、あの弁護士の方と、出てくれと、はい、その後5人だけになられたという状況だと思うんですけど、そこでまずどんな感じでお話しされて、テープ回してないかということと、あと全員クビやというようなところはどういうふうに語られたんですかね。まああのその5人うちのスタッフ4人ですね、まあ、4人をだあ、まあ、部屋から退出してもらって、まあっていう感じで、テープ取ってんちゃうんっていう感じで、あのよろしいですか、言ったところ、あ、お子さんよろしいですか。あのテープの下りは実はあの僕その前にヒアリング入ってたんですけれども、あの、まあ、あのうち の, あの社内弁護士とあの近い弁護士さん入っていただいて、あのやらせていただいてたんですけど、あの途中で、まあ、難航しているのを感じて、あの岡本さん入ってくれはったんだと思うんですけど、まあ、その空気を変えるためにあの実は入ってきてくれたっていうのもあって、その際にあのバッと扉を開けて入った時にあの言われた言葉です。あの本当にバッと入って、ほらテープ取ってんしゃべろなみたいな、あの、まあ、全然受けなかったんですけど、あの空気がちょっとあのそういう空気だったので、あのそういうトーンで入っていただいてます。はい、わかりました。その後、まあ、4名の方とお話しされたと思うんですけど、どのタイミングで全員クビやっていうような話をされたのか、それが冗談だったのか強い調子だったのか、そこら辺のことはどうでしょう。
まあ、どのタイミングといいますか、それまでにまあ僕は発表したい、僕はお金もらってない、僕はこれぐらいです、いやいやそんな自分だけ発表するなんてそんなおかしいです、リリースの文言はこう書いてほしい、みたいなことをずっとやり取りをしてたので、まあ、先ほどの話になりますけれども、その大事なところを忘れてるわけではないと思いますけれども、その瞬間というかその状況の中で置かれてるような気がしたので、それをずっと続いてたところで、もうええ加減せえという発言をしております。なるほど。それで、宮迫さんの方が会見の方でですね、その発言を受けて何も言うことができなかったと、萎縮したというようなことがあったんですけど、それについてはどう思われてますか今。まあ、僕はその、まあ、先ほども申し上げましたけれども、まあ、彼らとの距離感みたいなことを含めて、それがまあ身内みたいなつもりで思ってたところがそうで、まあ、そういうことでなかったということについては、まあ、反省しなければいけないというふうに思っております。ありがとうございます。はい、それでは次の質問をお願いします。じゃあ真ん中のブロックの1番8の方いらっしゃいますか。その今の質問していただいた方の後ろです。真後ろです。サンケイスポーツ山下と申します。7月11日の下りでですね、損害も生じているがファミリーだから請求しないっていう下りがあるんですけど、これ吉本興業には、まあ、どれぐらいの損害が具体的に生じているのかということを一つ質問したいんですけど、でもう一つ、まあ、アメトークとかですね、ロンハーとか、まあ、スポンサーが今回の騒動で、まあ、CM を控えて、まあ、AC ジャパンの CM に変わったりとか、まあ、してると思うんですけども、まあ、これに関して会社のトップとして、まあ、どういう思いがあるのかと、この2点をすいませんお願いします。はい、損害のところでは小林君。はい、現状の損害額ということですけれども、特に見積もっているわけではございません。今後発生しうるものとしたら、編集費だとか、まあ、イベントのポスターの再印刷費だとか、そういったことが入ってくると思います。でそれと、まあ、今後の、まあ、逸失利益というか、無形的損害みたいなこともあり得るのかなとは思っていますが、具体的な金額で、何か数字が出ているという状況ではございません。で、もう一つ その AC さんの広告と、各局さんご迷惑おかけしているというふうに思う、その件でよろしいですか。すいません。そうです、 その件です。はい、各局に迷惑もかけてると思いますし、はい、まあ、スポンサーさんですよね、はい、やっぱりその CM を、まあ、控えるというか撤退しないにしてもですね、はい、まあ、AC ジャパンの CM が流れるっていうのは普通の視聴者からして非常に異常な事態だなということを思ったと思うんですね、はい、やっぱりそういう世間的に、騒動になったのはそこが結構大きなことだったんじゃないかとは思うんですけども、これだけな大きな、なんていうんですか、ことを、まあ、
吉本のイメージを著しく悪化させたというふうに世間は見ると思うんですけど、そのことについて経営トップとしてのお考えをお聞きしたいです。まあ、それも含めて今回、私が至らなかったっていうことですから、あとそれによって放送局さんはじめスポンサーさんはじめご迷惑をおかけしたことも含めては、きちんと何ていうかね、ここにありますコンプライアンスの再徹底とタレントファーストというところを今一度ご理解いただけるように進めてまいれればというふうに思っております。